こんにちは、みなりんです。今回はルックブック ZOZO で買った新しいね服もあるので、それを使って春コーデ5個組んでいきたいと思います。でコメントにもねあったので、カジュアルコーデちょっと組みたいなって思ってます。でやっていきましょう。はい、1コーデ目がこちら。今までにはなかったね、こういうちょっとね色の抜けたようなデニムパンツを使ってシャツジャケットをメインにコーデを組んでみました。デニムプラスジャケットっていう結構ねカジュアル要素の多いものを2つ使ったので、革靴でね切れ目要素をちょっと付け加えてみました。でまあスニーカー使ってみるとこういう見た目になります。結構印象違うよね。去年デニムプラス白 T とか結構人気だったじゃないですか。それをね使った感じです。でね今使ってるこのデニムパンツなんですけど、モノマートっていうブランドのもので、こういうねちょっと色の抜け感を楽しめるんですよね。こうかわいい、これすごいおすすめです。最近買いました、 ZOZO タウンで。お値段的にもね5000円くらいで買えるので、そんなに高くないでしょ。 GU だけじゃちょっと物足りないなとか思った方、ちょっと確認してみてください。でこのコーデで使ってるインナーなんですけど、ユニクロでね買いました。でバッグ選びもね結構迷ったんですけど、トートバッグよりかはなんか綺麗にまとめたいなっていう感じだったので、ウエストバッグに変えました。でこのコーデのメインで使ってるシャツジャケットなんですけど、エマクロスっていうブランドのものです。これもねそこまで高いわけじゃないんですよね、5000円ちょいくらいで。首元もね少し寂しかったのでネックレスつけました。で完成です。どうでしょうか。僕は大好きです。ずっとこういうね色味のパンツ欲しかったんですよ。結構ね良かったです。こういうセンタープレスの入ってないパンツが欲しかったんですよね。なんか最近スラックスが多くて、ちょっとね僕自身がスラックスに飽きてきたっていうのがあったので、こういったデニムパンツを使ってコーデを組んでみました。ぜひ参考にしてみてください。はい、2つ目のコーデはカジュアルで攻めました。ジャケットプラスカゴパンツの合わせで、結構どうだろうって思ったんですけど、ちょっとね組んでみたかったので紹介させてください。まずこれこそねカジュアルすぎたので革靴にしたんですけど、これはね多分合わせ方良かったと思う。でパンツは GU のオリーブ色のカゴパンツ使ってます。最近ねブラックも欲しいなって思ってきたので、ブラックもね追加で購入しときました。でこのインナーに使ってるねこの白 T なんですけど、ちょっとさっきと同様でユニクロのクルーネックティーで、名前がちょっと分かんないんですよ。結構前に買ったので、まあ、レイヤード出ればね何でも OK です。でメインに使ってるドリズラジャケット GU で加入ました。カラーネイビーのサイズ XL ですね。身長170で XL 結構ちょうどいいです。で全体で見てもね結構カジュアル寄りですね。鏡で見た感じは僕好きなんですよ。なんかゆるっとしててね可愛くも見えるのかなと思います。でバッグもう掘り起こしてきました。いらないなって思ってシーンで買ったやつ、もう倉庫にぶち込んであったんですけど、ちょっとね掘り出してきました。こういうちょっとねデカバッグっていうのかな、それに少しでも似せたいなって思ったので、これをね使ってみました。そしたら結構あったっていうね。あとこのメタリック感、僕これもちょっと苦手だったんですけど、このコーデにはちょっと合うね。でこのカーゴパンツのドローコードの部分なんですけど、これは最大までもうギュッてやってます。そうしないとねちょっとだらしなく見えるのかなって思ったので、マックスです、ギュッ。あとこれはもう気分の問題なんですけど、ちょっとねチャック開けたいなって思ったら開けてあげて、こうやってダボっと着てあげるのもねすごく可愛いと思います。一応のためにねネックレスもつけておくといいと思います。こういう2パターンの着方があるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、3つ目のコーデがこちら。スタジャンメインでコーデを組んでみました。やっとここでスニーカーになりました。多分ねこれの方が抜け感出ていいと思うんですよね。でねこの GU のスタジャンなんですけど、この腕の部分がちょっと革っぽくなってるんですよ。なのでねかっこいい要素が強いんですよね。バチバチに決めることもできるし、こういう風にねパーカーとスキに合わせてちょっと可愛い寄りに仕上げることもできます。僕的にちょっとこうゆったりとしたねコーデが好きなので、パーカーと合わせて組んでみました。おすすめのね GU のパーカーなんですけど、こういう紐の部分がふわふわってなってるやつがすごく可愛いです。ただこれを春に着るってなると多分暑いんですよ。なので今くらいの気温とかちょっと寒いぐらいの気温の時に着るのがおすすめです。でねこのコーデにはトートバッグが相性いいなって思ったので、トートバッグにしました。僕クレイルのトートバッグ使ってるんですけど、これ安いしおしゃれだしっていうのですごくおすすめです。見ての通りこのコーデは結構ねトップス部分がビッグシルエットになってたのでスキニーにしました。スラックスでもね多分いいとは思うんですけど、多分切れ目要素が強すぎるんですよスラックスって。まあ、気分によってねスラックスかスキニーかでちょっと選んでみてください。僕のおすすめはスキニー、こっちの方可愛いかな。スタイルがよく見えるっていうね裏技が使えちゃうので、ぜひかっこ可愛いカジュアルコーデしてみたい方、こちら参考にしてみてください。
はい、4つ目のコーデがこちら。やっと好きなねモッツコートでコーデを組むことができました。本当に冬とか使えないんですよ、モッツコート。寒いから。なので春秋じゃないと使えないなって思ってちょっと待ってたんですけど、やっと使えそうな時期が来た。なんか好きなんですよね、こういうコーデも。自由でねこれ買えちゃうのすごいですよね。あのサイズが XL 僕使ってるんですよ、身長170で。羽織る形でね結構ゆったりと着たかったので XL サイズで買いました。丈は膝より少し下くらいです。まあ膝がねここです。でこんな感じ、6000円とかで買えるのですごいコスパいいですよね。パンツはね僕ブラックに最初したんですよ。そしたら結構オールブラックになっちゃってね、なんか僕の好みにはちょっと合わないなって思ったので、こういうねオリーブ色を使いました。色味がいいよね。新色として出たやつなんですけど結構気に入ってね最近使ってます。でまあコート合わせだったのでね革靴にしました。お次インナーに使ってるこの黒 T なんですけど、ユニクロのものです。エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツっていうね、僕白 T とか黒 T 買うんだったら結構ユニクロが多いんですよ。正直に言っちゃうとね、GU でなんか T シャツとかでいいのないんですよね。値段も安いし、いいのが多いんですよね、ユニクロの方が。なんかよれづらいしっていうので使ってます。これがお値段1500円ですね。で、あの1年くらい持ってます。白の方は使う機会が多かったのでもうよれちゃったんですけど、 T シャツ買うならユニクロがおすすめです。で黒色のコーデにはネックレス合うなって思ったのでシルバーのやつちょっとだけね見えるようにしてます。でこういったねカジュアルアイテム使った時は綺麗めの要素をねもう少し付け加えたかったので、エマクローズのバッグ使ってます。ショルダーバッグですね、結構小さめのものです。これ使う時なんですけど結構綺麗め要素を付け加えたいなって思った時にね本当に便利なんですよね。っていうのでこれ使いました。どうでしょうか、4つ目のコーデ。あんまりね今まで見せたことなかったと思うんですけどすごく気に入ってます。いいでしょう。もしモッツコート持ってるよって人いたらちょっと真似してくれるとすごく嬉しいです。ではラストのコーデ紹介していきましょう。はい、5つ目のコーデがこちら、ラストですね。ちょっともう一回このデニム使わせてください。本当に好きなんですよこういうの。いつもの僕だったらこのインナーを白にしてたんですけど今回は黒にしました。でネックスレル、このシルバーのネックレスも入るようにしました。でねこのコーデのメインはこのシアシャツなんですけど GU で買っちゃいます。今ね全然在庫あるんですよ。なんかね去年めっちゃ早く売れたんですよね。なんですけど今在庫あるみたいなのでちょっとね確認だけでもしてみてください。この透け感見えるでしょうか、これを楽しむことができます。あ見えるね、本当にちょうどいいんですよ。あ本当になんかかっこいいし。注意点一つあるんですけどこのシアシャツ僕今着てるのは旧品になってます。ちょっとね見やすいようにこの新作の方で紹介していくんですけど、ほら左胸のポケットがついてないでしょう、こっちついてるんですよ。これが大きなね変化になってるのでここだけ注意してください。あのあんまりね個人的には気にしなくていいと思います。で中にウエストバッグをつけて完成って感じです。結構僕の中ではねうまくコーデ組めたなって思ってるのでぜひ参考にしてくれたらすごく嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。カジュアルコーデね合計5個組んでみたんですけどいかがでしたでしょうか。今回組んでみて思ったのがねなんか意外とカジュアル好きかもしんない、僕がかっこよかったんですよね。なのでこれからカジュアルコーデがもしかしたら増えるかもしんないです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ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 。